こんにちは。人からわかる3分技師。今日はレオナルド・トーレス・ケベードについて勉強していきましょう。レオナルド・トーレス・ケベード、1852年生まれ、スペインの発明家であり、最初のコンピューターゲームの開発者として知られます。ケベードはイサベル2世時代のスペイン王国サンタクルツに生まれました。ケベードの父親は鉄道技師であり、その転勤に従ってビルバオ、マドリードと住居を転々としながらケベードは育ちました。工業学校を卒業した後、1876年に父親と同じく鉄道技師となりました。しかしケベードは間もなくして当時急速な発展を見せていた電気工学を志すようになります。スペインは産業革命に乗り遅れており、ヨーロッパでは後進国となり始めていました。そのためケベードは親戚の遺産を相続して十分な蓄えがあったため、仕事を辞めてヨーロッパを旅することとなりました。その中でケベードは最新の科学技術を学んだと言われます。その後スペインに帰国したケベードは発明家として研究に没頭するようになります。1887年、35歳頃のケベードが発明したのは最初期の有人ロープウェイです。当時は貨物輸送に使われていたロープウェイを改良し、人を運べるまでに安全性を高めました。その後ケベードが始めたのが人間の思考を再現する機械の研究でした。そのような機械はかつてチャールズ・バベッジが構想していました。バベッジはその研究の中で、1844年には三目並べをはじめとする対戦ゲームを数学的に分析し、最善の手を見出す機械をも考案していました。しかしそれらは当時の技術では実現ができていませんでした。ケベードはバベッジの構想に刺激を受け、未完成に終わったそれらを自らの手で生み出すことを構想し始めます。1893年、41歳頃のケベードは方程式を自動で解く機械計算機の研究を発表。そして1912年、ケベード60歳頃に完成したのがエル・アヘドレシスタです。エル・アヘドレシスタは詰将棋のようにチェスの部分的な対局の再現を行う機械です。プレイヤーがどこにキングを置いても、エル・アヘドレシスタは自動的に最適な手を推論し、チェックメイトさせる機能がありました。現在では、エル・アヘドレシスタは最初のコンピューターゲームだと考えられています。これらの他にも、ケベードの発明は多岐にわたりました。ケベードは1936年に81歳で亡くなります。後年は名声も高まり、スペイン王立アカデミーの会員として、スペインの科学技術教育に携わりました。現在においても最初のコンピューターゲームの開発者として、近代スペインを代表する発明家として知られています。以上。いかがだったでしょうか。コンピューターゲームの始まりは、コンピューターの始まりと同じく、バベッジの仕事にあるようです。もっと技術について知りたいという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。感想やリクエスト、どんなことでも構いません。では今日はこの辺でお帰宅といたします。また次回。